佐々木健は、日本の教育、社会臨床学に関する評論家、旧満州国信用生まれ、日本社会臨床学会運営委員、満州国信用生まれ、幼少時に、旧南満州鉄道の技師だった父を亡くし、終戦を引き上げ、書店勤務等の傍ら、愛知県内の定時制高校に通学するが、結核のため休学、復学後、 社会問題を話し合う校内サークル、語り聞く会に参加、後に名古屋新幹線訴訟原告団となる森田愛桜と知り合う。大学卒業後、東京都立高校の主に定時制の教員として勤務。1975年頃より校内暴力が激しくなり、その背景を探ることが教育問題を語る原風景となる。退職後は、 和光大学公開講座講師、東京エアトラベルホテル専門学校講師、神奈川県高校教育会館教育研究所、代表等を経て、現在、日本社会臨床学会運営委員。論評の対象は学校課論、教育現象、労働市場、人間関係論など。妻は、児童文学者の佐々木格子。ありがとうございます。